ラグビー日本代表福岡堅樹が医学部に見事合格したが、裏口疑惑が浮上してしまった。しかしこの疑惑、なんと本人もギャグのネタにしており、裏口いい違いますよ、不登校です、と持ち前のユーモアで返す福岡。布団から直接学部に飛び込むんです、というジョークで、医学部生活が始まる前からすでに周囲を笑いに包んでいるのであった。